にちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。山下さん、早速こちらにあるのが、はい、こちらが桜の標本木となっております。パッと見た感じ、まだ開花しそうにはないですが、今はどんな状況ですか？はい、そうですね、まだつぼみは固く開花はしていないのですが、ものによっては数箇所つぼみの先端が黄色くなっているものがあります。佐賀市の佐賀地方気象台にある桜ソメイヨシノの標本木です。今年は3月の気温が平年よりも低く推移していて、つぼみが膨らむペースが少し遅くなっているということです。気象台の職員が目視で観察し、標本木で 5,6 輪咲いていることが確認できたら、県内に桜の開花が発表されます。昨年はもう少しつぼみが膨らんでいたのですが、今年は少しちょっと遅くなっている状況です。桜の開花はですね、平年3月の24日となっております。今年の桜の開花も楽しみですね。そうですね、楽しみですね。さて、はい、来週金曜日はお天気箱。今日は桜のつぼみの成長具合、うん、そしてズバリいつ開花するのか、気象予報士の甲斐さんに聞きます。甲斐、はい、さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみですね。そうですね、はい、じゃあお願いします、はい。まあ、周りとですね、地方気象台の桜のつぼみはまだ硬そうだったんですけども、そうですよね、はい、ウェザーニューズのリポーターの方からもたくさん写真が届いているので見ていきたいと思います。いずれも今日撮影されたものなんですけども、まず左側の唐津市の写真から見ていきますと、まあ、地方気象台にあるつぼみと同じように先が少し黄色くなっている程度ということで、まだまだ開花には時間がかかりそうな状態というのが分かると思います。はい、ただ真ん中同じ唐津市なんですけども、少し緑の部分が増えてきているという状況があるんですね。これは唐津市より、左よりももっと進んでいる、進んでいるということになります。はい、なるほど、はい、で神崎市は、さらに進んでいまして、まあ、真ん中のところが赤くなっていますし、うん、少しですね、花びらも出てきて、ね、はい、はい、ということになっている状況なんですね。うん、なので場所によって全然違うというのが、そうですね、はい、県内でもあるようですね。はい、はい、では開花までのつぼみの状況などを、はい、見ていってもいいですか？はい、はい、そうですね、先ほどの一番進んでいる神崎市がどれくらい進んでいるか見ていきますと、まあ、先はピンクになっていましたけども、花びらが見えて ここまではまだ出ていないという状況だったので、まあ、開花までは、まあ、この間ですので、まあ、1週間を切ったくらいじゃないかなというふうに思いますね。標本木でいうとこの辺っていうことですよね。そうですね、先が若干緑色ぐらいになっていたということなので、まあ、まだ1週間2週間ぐらいはもしかしたらかかるかもしれないと。ということは平年と比べたらかなり遅れているそうですね、ということですね、標本木で言ったらですね、はい、そうですね、はい、はい、では佐賀の開花予想はつまり、ね、はい、最新のウェザーニュースの予想ですと、はい、まあ、3月の26日ということなので、平年よりもやや遅い程度に収まるんじゃないかというふうには見ています。平年が24日なので、はい、2日遅れもっと遅いんじゃないですか？もしかしたら大丈夫ですか？はい、遅くなるかもしれないですけども、はい、甲斐さんの予想、はい、ウェザーニュースの予想です。そうですね、はい、この後の気温の状況によってもまた変わってくるとは思いますけどね。なるほど、はい、はい、今のところ26日の予想となっています。はい、これが当たるのかどうかね、うん、はい、楽しみですね。甲斐さんの命運がかかっております、はい、さあでは週末の天気はいかがでしょうか？はい、明日土曜日までおおむね晴れの天気となりまして、最高気温は20度と、まあ、今日と同じくらいまで上がって季節外れの暖かさとなりそうですね。ただ明後日日曜日は、まあ、低気圧の影響で午前中を中心に、まあ、雨がパラパラと降りそうですね。場所によってはちょっとややまとまった雨になるかもしれませんけども、雨の降り方にはご注意ください、はい、では週間予報を見ていきましょう。はい、月曜日と火曜日は晴れ間がまた出るんですけども、水曜日はまた雨マークが並んでいるということで、この先周期的に天気が変化しそうです。最高気温は平年並みか高い日が多いんですが、雨の降る春分の日は最高気温12度と、まあ、寒の戻りがありますので、この先気温変化にもご注意ください、はい、はい、ここまで甲斐さんのお天気箱でした。はい、甲斐さん、ありがとうございました。ありがとうございました。